エイドリアン・エリザベス・レンカーは、アメリカ合衆国、インディアナポリス出身のミュージシャン、ビッグシーフのリードボーカルギタリストとして知られる。レンカーは、インディアナポリスに生まれ、6歳になるまでは経験なキリスト教徒の中で育てられたが、大部分はミネソタ州で育った。レンカーの両親は、ミネソタ州のクーン・ラピッツ、ニスは、ブルーミントンで過ごした後、 プリマスに定住し、彼女はここで10年間を過ごした。レンカーは、ある夏、青いフォードのカーゴバンで生活し中西部を旅した、経験がある。レンカーは8歳の時初めて曲を書き、13歳で初めてのアルバムを録音した。音楽の他にはテコンドーを習うことに興味があり、3年連続で州の空手王者になったことがある。レンカーは高校には通わなかったが、 16歳で、ゼネラルエデュケーショナルデベロップメントを取得した。そして、テデスキトラックスバンドのスーザン・テデスキによる、奨学金を受けて、バークリー音楽大学に通った。2006年にレンカーは13歳で、初のソロアルバム、ステージオブザ・サンを発表した。2014年には2作目のソロアルバム、アワーズ・ワーザ・バーズを発表した。レンカーは、将来バンドを組むことになるバック。 ミイクと共に2枚の EP、A サイズ、B サイズも発表している。レンカーは、ミイクと出会った後、2015年にニューヨークへ引っ越した、初日にビッグ、シーフというバンドを組んだ。2018年10月5日には、3作目のソロアルバム、アビスケスを発表した。2020年10月23日、レンカーは2作のアルバム、ソングズ、 インストゥルメンタルズをレーベル 4AD より発表した。レンカーは、ボストンに住んでいる時に、ビッグシーフを共に始めることになるバック、ミイクと出会い、ニューヨークに越した日に、雑貨屋で偶然再会した。二人は、一緒に音楽をするようになり、レンカーが24歳の時に結婚した。2018年に離婚したが、二人は、ディープフレンズとして、ビッグシーフには残った。 2019年、レンカーはアーティストのインディーゴスパークと交際を開始したが、2020年に破局した。彼女自身は、訓アという分類に満足しているが、彼女の性的思考に対してそれ以上の定義付けを行うことは望まないとしている。ありがとうございます。